さあ、では始まりました、モテチャンネルです。さあ、今回はですね、すごい久しぶりに、はい、松原さんにおいでいただきました。お願いします。はい、YouTube 予備校の松原さんですが、なんと、僕ら、でかい企画やるっていうことらしいので、はい、それちょっと説明してもらおうかなと思うんですけど、はい、どういった企画なんですか？今の若い人たちは知らないかもしれないんですけど、かつてマネーの虎っていう番組がありまして、はい、まあ、社長さん5人が並んで、まあ、志願者の人が会社を作りたいとか商売したいからいくらいくら欲しいですと、はい、でそれについて5人の社長さんがいろんな鋭いツッコミを入れて、うん、で、あ、じゃあそれだったらお金出すよとか、うん、あ、それだったらもう全然ダメだよっていう、いわゆる投資番組みたいなのが流行ったんですね。はい。で、今、まあ、その YouTube 上で、令和の虎。そうです。っていう形で、マネーの虎の現代版として、はいはい、今、復活して、岩井社長が主催でやっておられるんですね。で、僕も現代版の令和の虎出まして、うん、受験生版の、まあ、マネーの虎、はいはい、まあ、まあ、タイガーファンディングって言うんですけど、うんうん、それをやらせてくれと。はい、お願いをしまして、僕も結構鋭いツッコミをいろいろ受けながら、うん、武田塾の林社長が共感いただいて、はい、まあ、支援してくださると。ほうほうほう。なので、この受験生版のタイガーファンディングを今回主催してやりたいなと。うん、なるほど。受験生たちに出資するっていうことですね。あ、そうです。で、基本的には2つあってですね、はい、出資する場合、まあ、これはまあ返済義務がないですね。あ、なるほど。お金返ってこなくていいってことですね。はいはいはい、もう一つは、まあ、返済ありの、まあ、奨学金パターン。はい、ああ、なるほど。ですね。まあ、この2つあるんですが、まあ、それは、まあ、そのやり取りを通じて、みんなが、トラがどうするべきか決めていくんですけど、志願者の人がまず投資してくれなのか、融資してくれなのか、まあ、それを決めてもらって、で、出てもらう。なるほど。じゃあ、それを募集するっていう感じですね。はい、今、この動画で募集。そうですね、はい。出てくれる受験生を募集ということですね。そういうことです。はい、で、まあ、その募集要項の場合に、はい、トラがどういう人たちかっていうのをですね、あ、そうですね。知っておかなきゃいけないので。はい、一体誰がやるんだっていうんですが、はい、まあ、今回5名の虎が、はい、トイック満点講師森田哲也、元投信講師、トイック満点90回以上の実力派、いち早く YouTube の未来に目をつけ、自身のチャンネル登録者は10万人超え、日本一の英語講師を目指す若き野心家は誰に投資するのか、医学部受験個別指導塾メデュケイト塾長細井龍、自身も医師として活躍する傍ら、医学部志望でもあまたの実績を上げる、自重自高の精神で自ら道を切り開くことを求める冷徹な医流は、受験生に救いの手を差し伸べるのか、個別指導塾キャストダイス塾長小林翔、開成から東大、受験の波動を歩んだ男、見た目とは裏腹、得意のロジックの刃で悩める受験生の課題を解決してきた、夢ある若者の前にサイを投げるか、それとも金を積むのか、受験生版タイガーファンディング主催、松原和樹、偏差39から高校初の早稲田大学に合格、その経験をもとにした著書9割受かる勉強法は7万部の大ヒット、受験生を受け止める猫型ロボット塾エモンは、主催として志願者の夢を叶えることができるのか、武田塾教務山比武、偏差値 37.5 から早稲田大学に合格したミスター逆転合格、逆境に負けず不可能を可能にするこの男に憧れ、多くの受験生が武田塾の門を叩く、悩める受験生の気持ちを誰よりも知る元祖ビリギャルは、救いの手を差し伸べるのか、司会は岩井社長、元マネの虎の社長、岩井の虎じゃねえや、令和の虎の岩井社長が、はい、もう本当に無報酬でやっていただけると、はい、もう志に共感いただいて本当にありがたいんですけども、うん、あれなんか札束こうやってやるやつですよね、あ、そうです、そうです、はい、へえ、すご、はい、すごいメンバーですね、一つでかい企画をね、やりたいなと思っております、なるほど、はい、楽しみにしたいんですけども、はい、ってことはまあ当然募集要項、まあ、全国からね来るわけだと思うんですけど、はい、そうですね、今回撮影場所が都内某所で収録しようと思ってますんで、まあ、そこに来ていただける方、まあ、これ交通費とか出ないので、ああ、そうなんですね、はい、ちょっとそれは恐縮なんですけども、はいはい、まあ、来ていただく必要があるかなと思います、うんうん、基本的には、まあ、進学したいと
思っていて、はい、まあ、授業料とかはその奨学金を申し込めば払えることも多いと思うんですけど、まあ、入学金はどうしても奨学金で賄うことができない。あ、大学に入るときに、ね、そうですね、費用とか今の自分の実力が足らなくてこういう塾とか予備校に行くための費用がなかなかないかなと、うん、悩みに対して今回我こそはこれにチャレンジしたいと自分の志でこのチャンスをつかみたいという人に文句を叩いてほしいなと思っています。もちろんその金額に関しては今回皆さん高所得の社長さんたちばかりなんで別にその、うん、もうめちゃめちゃ高い金額でも設定は可能ではあると思うんですが、やっぱり今回かなりこう現実的で本気で取り組みたいという人を見ていきたいので、はい、一応こちらの見込みでは100万前後とか、うん、まあそのぐらいのイメージがあります。なるほど、5人いたらまあ20万ずつとか、はい、そういう感じになるとか、そういう感じになるかもしれないですね。もしくは1人がもうボンってやる可能性もあるし、あります、あります、はい、まあ、細井さんがね、どうしたらいいんです、はい、そうですね。で、あとちょっとこれ本家とちょっと違うルールが1個ありまして、はい、今回かなり現実的で本気の受験生のまあ悩みというか、そう志願者が多いと思うので、まあ、社長もやっぱりみんなさんやっぱ受験生に共感していて応援したいっていう気持ちの方ばかりなので、うんうん、多分出る方全員多分出す方絶対いると思うんですね、はいはいはい、で今回は、まあ、ちょっとこれお試しの企画ということも、まあ、あって、うん、まず3人の志願者が出ていただいたら、で3人とも100万円欲しい100万円欲しい100万円欲しい、うん、まあ、全員まあじゃあ君もあなたも OK ですよってなった時に、でもこの3人の中ででも1人しかもらえないというルールにしようと。ああ、なるほど、はい、でそれはまあ、虎たちでこう協議した上で決めるっていう、うん、でその様子も全部公開します。お、なるほど、はい、でまたその残念ながら希望金額を認められたとしても3分の1の、まあ、1人しかねもらえないので残りの2人はじゃもらえないと、うんうん、でその2人に対しては、まあ、社長さんたちの思いに応じて例えばカウンセリングをしてあげるとか、うん、何らかのこうサポートを、はいはい、うん、金銭面以外のサポートは、はい、受けられるようにしたいなというふうに思います。なるほど、はい、例えば、まあ、僕が1人目をめちゃめちゃ押してて、はい、森瀬さんが2人目を押してたとします、はいはい、だけど、まあ、結局みんなで2人目に出しましょうとなった時に、はいはい、まあ、僕はこの子に対しては金銭面の援助はできませんけども、はい、まあ、そのカウンセリングしてあげたりとか、うん、まあ、指導してあげたりとか、まあ、そういうのはやりたいならやってあげてくださいねっていう、うん、はい、なるほど、まあ、出てくれるからには、まあ、何らかのそのメリットを、なるほどなるほど、はい、与えてあげたいなっていう思いで思ってます、うんうんうん、はい、ってことはプレゼンするわけですね、そもそもね、あ、出てくるっていう、はい、ここ重要ですから、はい、ただただ出たいとかお金欲しいじゃダメなわけですね、はい、そうですね、説得するプレゼンが必要ってことですよね、はい、令和の虎を見ていただいたらどういう形でプレゼンしてるかが、はい、まあ、分かるんですけども、ちょっとやっぱあちら大人向けの番組というのもあってこちらとしてはもう少し優しく温かくやっていきたいなっていう気持ちがあります。口酸っぱくこうディスられたりとか、うん、そういうのはないようにしようと思ってるんで、そこはちょっとあんまり怖がらないでいただきたいなというふうに思うんですけど、うん、であと、はい、ちょっと大学入るとか、はい、まあ、今は難しいかもしれない、留学とか、はい、そういうのでもいいってことですか。あ、もちろんです。大学入試としては いつの入試。あ、はい、これ時期としては1月の末に、はい、収録しますので2022年1月2月とかに受ける人。あ、はい、はい、そう、2021年4月からのこの企画のですね、はい、そこで推薦だったりとかなんとかのっていう感じで、はい、いろんな、まあ、入試に関わるもの、あ、そうですね、はい、なるほど、そういうので資金がないっていうので、はい、で自分をアピールするっていうことですね。あ、そうですね、うん、はい、今回の森田さんの動画の概要欄にフォームを置かせていただいているので、はい、まあ、そちらの方に必要事項を書いていただいて、はい、でその中身を見てこちらから、まあ、出てほしいなと思う人に、まあ、僕の方から連絡を、うん、まあ、そのメールアドレスか LINE かどちらかで案内して、まあ、現行2世とかになる、あ、そうですね、はい、でその方たちと、まあ、僕と個別面談やっていただいて、なるほど、で、まあ、ある程度絞り込んで、分かりました、でやるという形です。はい、じゃあそのフォームにですね、ぜひ必要事項を記入してですね、はい、いや、すごいメンバーですね。はい、もう本当にありがたい限りで。どんな感じになるのか全然想像できないですけどね、フォームね。そうですね、カオスな感じになるか、まあ、お互い知ってますけど揃うことなんか一回もないですから、ね、そうですね、なかなかやっぱ調整が、日程の調整がね、なかなか厳しかったかなと思うんですけど、今回でも皆さん協力的だったんで、すごいありがたかったです、はい、ぜひそれ期待していてください、はい、そしたらまあ2月のどこかで多分流れるってことですね。あ、そうですね、はい、はい、ぜひ応募してみてください。お願いします。はい、ありがとうございました。今回も松原さんにおいでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。